い、カービィ好き熱盛プレイヤーのトンです。今回は、前回の続きでプププランドを作っていきます。前回は、エリアを分けるために河口から川を伸ばして、落とし物の匂いを嗅いでキャラメルちゃんに届けて、湖とバームクーヘンを作って、獣道を敷いた後に、グルメレースの曲に合わせて草原エリアを一気に作って、カービィの家の横に釣りスペースを作って終わったね。なんかすごい盛りだくさんだったな。後編では、手前の砂浜と、奥の円形を作っていきます。これでちゃんとしたプププランドができるわけだね。楽しみだぜ。手前の草原などもより可愛くなるように修正するので、まったり見ていただけると嬉しいです。それではプププランド作りスタート。まずは時間を動かして、雑草を成長させました。ところどころいい感じに成長してるね。猫じゃらし多いな。個人的には3段階目の一番大きな雑草が好きです。これが可愛いから時間を夏にしてるんですよ。何のお花だろうね。上の黄色いお花と下の白いお花が可愛い。あれ？誰かが私を呼んでいる。タコリーナだね。トントンって呼び方可愛いな。今いいですか？実は私、日記帳を落としたみたいなんです。え、日記帳ならさっき私の家の前に落ちてたよ。死んでるのに拾わなかったのかよ。てかよく見たらまた口癖がひどいんですけど。やっぱりこの島の住民はどうかしてるよ。タコリーナって美味しそうだよね。は？タコリーナ逃げて。どやー。ウプ主の方が逃げたわ。そんなところに落とし物あったんだ。朝から気になってたんだよね。気になってたんなら拾えよ。どやー。そんなに全力で走らなくてもいいでしょ。編集で5倍速にすると爆速で走ってるように見えて楽しいんですよ。発言がメタすぎるぞ。本気出すと爆速で走れるってわけじゃないのか。前編のキャラメルちゃんの場面では無編集であの速さだよ。嘘つけ。落とし物のお礼は何だろう？タコリーナの写真です。やったやった。タコリーナちゃんから愛のブロマイドをもらったよ。おお、それはよかったね。せっかくだから記念にここに飾っちゃおうかな。プププランドにそんなの飾っていいのかよ。ま、許してちょうよ。ちょっと左の方が寂しいからお花を植えようかな。確かに他の場所より空きスペースが多かったね。お花を植えるだけで可愛くなるのいいね。でも川にコスモスあるし、右にアネモネがあるからここにはいらないかな。やめるのかよ。あと、こういうステージを見てみても、カービィの世界ってねじれた木が多いですよね。不思議な植物だね。ヒコリ競争の背景なんてねじれまくりですよ。ねじれた木がいっぱいあるね。背景なんて全然気にしてなかったわ。面白い世界観だな。こういうねじれた木を再現するのに良さそうだと思ったのが、大きな鶴です。おお、大きな鶴めちゃくちゃいいね。色は緑だけど、ねじれ感がプププランドっぽいな。どうしようかな。色は違うんだけど、大きさとねじれた形はすごくいい。これをいろんなところに飾るか、色が違うから諦めるか。難しいところだな。大きな鶴って茶色にリメイクできなかったっけ？一応茶色バージョンもありますよ。これならどうかな？なんか枯れてないか？確かに色合いがくすんでて、枯れかけた木みたいに見えるね。カービィの世界の木はもっと生き生きとしてるぜ。でもその画像なら色も形もそのまんまだし、ぴったりなんじゃない？この画像ならぴったりかもしれないけど、枯れかけたような葉っぱがついてるのが気になっちゃうんですよ。その葉っぱだけでかなり枯れた印象が強くなってるな。色も暗くてこの空間には合いにくそうなので、茶色リメイクの大きな鶴もやめました。確かに明るくて鮮やかな色がメインだもんね。鶴のことは後回しにして、砂浜を軽く飾りつけていこうと思います。次は砂浜か。砂浜は後でまた修正するかもしれないですが、とりあえずなんとなく飾ってみます。まずはスターライト。スターライト？なんとなくカービィっぽいね。カービィの世界にはよくこういう星があるから、砂浜にこういうのを置くと可愛く見えるんじゃないかと思ったんです。夜のプププランドも可愛いな。ポップスターの砂浜はシンプルなイメージなので、なるべく物を置きすぎないようにします。ヤシの木とかが生えてるイメージだぜ。やっぱりここはピンクの星にしようかな。カービィの世界の星は黄色、ピンク、水色のイメージだからね。確かにステージ上のオブジェとか飾りだと、そんな色合いが多いイメージあるかもな。アイテムとしての星なら赤とか緑とかもあるけどね。この辺には水色を置いてみようかな。これで3色揃ったね。スターライトはリメイクでいろんな色があっていいよね。ついでにカービィちゃんの家の前に星のかけらを落としといてと。それはアイテムとしての星か。あとはこんなマイデザも使っちゃおうかな。砂浜に描いたカービィの落書き。おお、何それめっちゃ可愛い。でしょでしょ、カービィが自分で頑張って描いたんだろうね。かなり気に入ってるマイデザです。ウプ主が配布してるやつだね。すぐ近くに木の枝を落としておくと、この木の枝で描いたよって感じがするでしょ。それがカービィの手に触れた神聖な木の枝か。ピンクの星はやっぱりこの辺かな。水色はこの辺かな。あとはヤシの木ですね。草原エリアを歩いてる時にヤシの木がなるべく映り込まないように、海に近いところに植えました。映り込んだらダメなのか。2本くらい植えたらそれっぽくなるでしょ。
やっぱりここだと後ろの木とかぶってよくないな。砂浜からの見え方も気にするのか。ここだったら後ろの木とはかぶらないかな。でも草原歩いてたらヤシの木映り込まない？あ、ほんとだ映り込むわ。この辺りならいい感じになるんじゃないかな。そこなら後ろの木とはかぶらないね。草原エリアにヤシの木が映り込むこともないな。ヤシの木の位置が変わったので、スターライトの位置も変えます。ところどころにバラバラに置くのか。このヤシの木も少し前にしようかな。後ろのカービちゃんの家から見た時に、このヤシの木が映り込まないようにしたいんですよ。とにかく他のエリアからヤシの木は映り込んじゃダメなのね。動画撮影の時も困るからね。さりげなくカービちゃんのことを考えてあげるウプ主優しい。別にカービちゃんのためじゃないから、そこの家は撮影スポットにいいからヤシの木で隠したくないだけなのよ。へえ、そうなんだ。ミッチェル君が悩んでるから話しかけなきゃ。話し変えた。あ、トン姫、ねえトン姫だって、あたし、お姫様。ああはいはいお姫様お姫様。大した用じゃないみたいだからしまくり続けようか。吸い込め。ところで前回、ここの空間に住民が入らないように塞ぎたかったけど、ミッチェル君がいるから塞げなかったんですよ。後で塞ぐって言って終わったね。中途半端な終わり方だな。今ならミッチェル君も離れてくれたし、塞いじゃおうと思います。確か、そこに住民が入り込むと住民が隠れちゃって見つけにくいのと、カメラで写真を撮るときにそこに住民が座ってると違和感があるからって理由だっけ。その通りです。木に隠れて座ってたらよく見えないからね。低木は、普通の広葉樹と一番葉っぱの色と質感が似ているツツジを選びました。低木で塞いだのか。こういう低木と合わせてもいいけど、木の後ろに低木が隠れてるっていうのもちょっとなぁと思ってね。ここは木と同じ扱いにしようってわけなのさ。って、キュウジ君それは椅子じゃなくてキャピーだよ。キャピーってこいつだよな。パッと見キノコだけど中身はハニワみたいな可愛い子。帽子ごと踏みつぶされてかわいそうに。しかも像はでかいからな。こんなのに乗られたら一瞬でぺっちゃんこだぜ。道端にキャピーちゃんがいたら可愛いなと思っておいたけど、まさか住民が踏みつぶすとは思わなかったわ。ドンマイです。やっぱり砂浜がしっくりこないから直そうかな。カービィの落書きの位置変えようかな。さっきの場所では気に入らなかったのか。やっぱりいや。いいのかよ。そこはカットするところだろ。てかちょっと待って。またヒュージ君座ってるんですけど、何回潰したら気が済むのよ。キャピーの帽子がふわふわで座り心地がいいんだろうな。かわいそうなキャピーさん。席を譲ってあげようと思ったんだけど、僕のお尻がここから離れたくないって言ってるんだ。吸い込め。完全に椅子だと思ってるね。吸い込んであげるからそこから離れましょうね。ちょっとこの辺のコスモスを一個持ってきてと。そのシーンもいらなくない？そういうとこカットしないから動画が長くなるんだよ。て、うおーまたかー。相当気に入ってるんだね。キャピーもよく潰れないよな。よっぽど頑丈に鍛えてらっしゃるんだろうね。この子なら中ボスぐらいになれそう。ついにキャピーさんも中ボス認定か。次は、奥に木を植えて円形を作っていきます。お、ついに円形を作るんだね。一本木を植えたら、手前からカメラを起動して見え方を確認します。星のかけらが落ちてるあたりがカメラ起動ポイントか、左側に崖や木があって高さが偏ってる感じだから、右側にも木があるとバランスが整った気がするぜ。確かにバランスは整ったけど、奥まで空間が広がってる印象が薄くなっちゃった気がするので、やっぱり大きな木はやめて。L サイズの分かれにしてみます。一回り小さいやつだね。もう一度カメラを起動。さっきよりも背が低いから、木の存在感が薄くなったね。さっきよりもさりげない感じがするね。ちなみに円形は、カービィのステージの奥をイメージして作ろうと思ってます。ステージの奥は湖みたいになってて、その奥にうっすらと森みたいなのが見えるな。遠くの方に木がたくさん並んでる感じだね。実際にはもう少し近くに木を植えようと思ってます。あつ森だと手前を崖にでもしない限り遠くまで映らないもんね。だけどさすがに今植えた木は近すぎましたね。2マス後ろに植えてみます。あまり近すぎてもダメなのか。木がうっすらと薄く見える距離にしたいんです。うっすらと薄く。あと木の幹が見えないくらいの距離かな。今の距離がちょうどいい感じですね。幹が見えない方がモリモリして見えるもんね。どんどん植えていきますよ。一本一本確認しながら植えていきます。え、もしかしてそれ木を植えるたびにやるの？はい。今度こそ自分が心から好きだって思える島を作りたいので、一マス一マスしっかりこだわって作ろうと思ってるんです。今夢見で後悔してる島は満足いってないのか。まあそうですね。今ここに木を植えたのですが、ここの木と木の間が空いてるのが気になりますね。森みたいに見せたいなら、間が空いてない方が良さそうだね。多分木は1列じゃなくて、2列3列にした方がいいかもしれないね。手前に L サイズの若木を植えたのか。手前に植えるなら背の低い木がいいと思ってね。結構モリモリしてきたんじゃないですか？奥の方に木が増えてきて、どんどん世界が作られていく感じがするぜ。でもやっぱり木の距離がちょっと近い気がするんですよね。なんか圧迫感があるというか、木の存在感が想定よりも大きく感じるんですよ。木の距離が近いとそれだけエリアが狭く見えそうだな。
ということで、全部1マス奥に下げてみました。1マスでそんな変わるのか？変わる変わる。きっと変わってるはずです。確かにちょっと気が見えにくくなったね。あんまり見えてないけど大丈夫？でもこれくらいうっすら見えてるくらいの方がいいかも。ちょっとこの木の位置を変えようかな。この辺にしたらどう見えるかな？低木と花が植えまくってあったね。あれはストックですよ。後で移動させなきゃですね。さっき植えた木の位置すごく良くない？確かにすごくいい位置だね。めっちゃ綺麗な森に見えるぜ。私も気に入った。あとはこの木がちょっと植えてるのでもうちょっと奥に植えたいですね。ちょいっと引っこ抜いてと。1マス後ろに植えます。また1マスだけか。今度こそいい感じになっててほしい。さあどうかな？あ、いい感じかも。一番右の木は草原エリアの木で、それ以外は奥の森の木って感じがするね。全部が奥の森ってわけじゃないのか。さっきも言ってたように、左側に高さが偏ってるから、右側に木があるとちょっとバランスが取れるね。砂浜側にも何か欲しいところだけど、とりあえず右奥の円形はこれで完成にします。次は左奥を作っていきます。左奥のイメージは、この辺りの崖を参考にするつもりです。バームクーヘンの後ろの崖か。プププランドにも崖はあるんだね。広大な草原のイメージだったわ。あまり崖は作らず広々とした島にするつもりですが、メリハリをつけるためにところどころに崖を作ろうと思ってます。多分私の予想だと、この位置に崖を作っても、さっきのカメラ起動地点からはあまり見えないと思うんですよ。え、じゃあ崖作ってもあまり意味なくない？意味ないことはないですよ。カメラ起動地点から見える景色が全てではないからね。なるべくどこから見ても綺麗に見えるようにしたいよな。崖がなんとなくできたので、手前から様子を見てみます。おお、手前からも崖がちゃんと見えるね。もっと手前の方に来ると見えなくなりますね。カメラでも確認してみますね。あんまり崖はよく見えないな。木とかあれとかがあるから、崖が隠れちゃってるね。もうちょっと見えてた方がいいかな。崖があることで、逆に奥まで空間が広がってるように見える気もするんですよ。え、どういうこと？もしここに崖がなかったら、隙間から他のエリアが見えちゃうかもしれないじゃないですか。でも崖があれば他の邪魔なものが映らないから、この辺を歩いても崖の向こうまでプププランドが続いてるように見えると思ったんです。確かに崖の上までプププランドって感じするかもね。奥まで作り込んでる感じはするな。崖の形は大体できたので、上に花や木などを植えていきます。崖肌が寂しいので、ツルも引っ掛けてみました。崖の上の木は葉っぱが少なくてさっぱりした印象なので、小さめの木を植えていきます。大きな木を植えると圧迫感が出そうだもんね。今度はちょっと奥の方でカメラを起動してみます。いい感じに木が立ってるね。さっきの参考画像を見てみても、かなりそのまんま再現されてるな。めちゃくちゃいい感じだね。だけど木の形が同じなのが気になるので、ちっちゃい木に変えてみます。いろんな形の木があった方が自然に見えそうだね。成長を止めるための幼木は、あえて見せる形で植えてみようかな。木以外のものを飾ると余計なものを置きすぎな印象になっちゃうし、かといって何も飾らないとそれはそれで寂しいからね。ちっちゃい丸い木が可愛いね。なかなかいい感じになってきたんじゃないか？低木も植えちゃいました。それはツツジの低木だね。葉っぱの色や厚さが普通の広葉樹と似ているので、低木はツツジを選びました。さっきも同じようなこと言ってたな。ツルの位置もちょっと気になったので、場所を変えてみます。てかププランドの崖にツルとか生えてなかったよな。なんで生やすんだよ。これは完全に私の好みですね。こういう植物はプププランドに生えてそうだっていう勝手なイメージもあります。許してちょうよ。プププランドの完全再現動画というより、ウプ主の島作り動画として見てちょうよ。住民が遊びに来てて可愛いね。崖の上にも星ブロックを置いてこようかな。おーい、吸い込みがある。え、何私のこと？なんだよ吸い込みがあるって。今日お前に渡したいものがあるんだ。こいつを受け取ってくれー、ぽよ。なんだろう？気持ちはめちゃくちゃ嬉しいけど、今は持ち物欄圧迫しちゃうからな。パッチワークのチューリップ棒だって。わー、これ私の好みだー。ハムスケくんよくわかってるじゃないのー。よかったね。色も形もウプ主の好みだな。星ブロックを置くために一旦木をどかしてと。ここに星ブロックの前デザにリメイクしたキューブライトを置きます。崖の上にも星ブロックを置いちゃうのか。カービィのステージには星ブロックがいっぱいあるからね。あとこの辺に置けば、手前からカメラを起動した時に星ブロックが見えないから、それも都合がいいんですよね。都合がいい？私が今いるところから見たら星ブロックがあってカービィの世界っぽいけど、手前のカメラ起動地点から見たら、余計なものがない広大な草原に見える的な。星ブロックは余計なのか。基本的にこういうところには星ブロックがあまり映ってないんですよね。意外とないんだね。私は基本的にこういう映像のプププランドとか、こういうステージのプププランドみたいな世界を作りたいんです。でも今の崖周辺みたいに、特に写真スポットでもないところには、プ
ッププラントらしいものを置いて世界観を表現したいんです。なるほど。要するにごまかしたいわけだな。言い方。右側の地面もちょっと飾りつけようかな。やっぱりこのお花可愛いよね。プププランドのステージによく咲いてるお花。ウプ主が前で座配布してるやつだね。本当は滑らかにつなげるために何種類か用意したいんだけどね。一種類しか用意できなかったのは、許してちょうよ。獣道で前で座枠パンパンになってたな。左の崖が大体できたので、カメラで確認してみます。そんなところから確認するのか。さっきの星のかけらのところがカメラ起動ポイントではあるけど、どこから見てもある程度綺麗に見えるようにしたいからね。夢訪問してくれた人がどこで写真撮ってくれるかわからないしな。大体いい感じにできましたね。あとは最後の大事な仕上げをやります。大事な仕上げと、その前にタコリーナの写真もそろそろ片付けようかな。やっと片付ける気になったんだね。よかったよかった。え、待って、写真片付けたらタコリーナちゃんがめっちゃ不満そうなんだけど。ごめんってね。また置いてあげるからご機嫌直してよタコリーナちゃん。また置くのかよ。せっかく余計なものが撤去されたと思ったのに。余計って何よ。私とタコリーナちゃんの大切な大切な友情の証をなんだと思ってるのよ。ごめんごめん、そんなに怒らないでトンちゃん。怒ってないよ、大丈夫だよ。まあタコリーナちゃんの悩みは写真のことじゃなかったみたいだし、この写真は撤去しちゃいます。結局撤去するのかよ。さあ始まりましたよ。みんな大好きかぐみがきタイム。しまくりでもかぐみがきする気かよ。せっかくの素敵なププランドを台無しにするな。てかしまくりでかぐみがきってできないよね。できるできる。私に不可能はないんですよ。ほんとかよ。信用できないんですけど。しまくりではプラスボタンが押せないみたいですね。そりゃかぐみがきできないから押せるわけないね。しまくりではきっとスマホからやるんだろうね。キャピーちゃんにぽよをつけようかな。どれかな。この辺に飾るっと。取るそう。あれ、これは服じゃないか。じゃあイーゼル。イーゼルでもないよな。もう諦めなよ。諦めるもんか。私のチャンネルはあつ森とカービィとかぐみがきの三本柱で成り立ってるんだから。それは初めて聞いたわ。こんな家具じゃかぐみがきとは言えないんだよな。そうだ、磨くための道具が必要なんだ。いつもタオルみたいな雑巾みたいなので磨いてるもんね。畑ではちょっと無理じゃないか。じゃあフラワーシャワーとかどうかな。なんで唐突にフラワーシャワー。お花を巻けばキャピーちゃんにもお花のエフェクトがつくんじゃないかと思ってね。それはないだろ。じゃあ豆ならどうかな。無理です。フラワーシャワーが無理なら豆も無理だろ。メガホンで応援しまくればキャピーもぽよと答えてくれたりして。メガホンにそのような機能はありません。じゃあ水をやれば命が吹き込まれてぴょんぴょん跳ね出したりして。キノコのスツールにそのようなギミックはありません。じゃあ風車を回せば。無理です。シャボン玉つけたらタンバリン鳴らせば。網で捕まえ。無理です。花火で鳴らす。ペンライト。無理。スコップ。無理。斧。無理。というのはさすがに嘘ですが、かぐみがき。ああ、かぐみがき。あなたはどうしてかぐみがき。ウプ主が壊れた。これがかぐみがき依存症の禁断症状だ。みんなも気をつけろよ。タコリーナちゃんまでキャピー潰すの？ウプ主が絶望に打ちひしがれてる横で堂々とキャピーを潰したね。そしてこの気持ちよさそうな表情。本当にこの子は人気者なんだな。今日の MVP はキャピーちゃんだね。世界で最も潰されてきた屈強なキャピーちゃん。これからも毎日こうして住民たちに潰されるんだろうね。哀れなキャピーさん。というわけで、ちょっといろいろ気になるところがあるので、修正していこうと思います。まだ気になるところがあるのか。かぐみがきとか言うからもう終わりかと思ったわ。てかまた座ってるし。よっぽどこのキャピーちゃんは住民たちを引きつける何かを持ってるんだろうね。私にもそんな魅力が欲しいものよ。トンちゃんは十分魅力的だぜ。え？なんか言った？二度と言わねえよ。ずっと思ってたんだけど、この橋の位置ちょっと変だよね。草原側に寄りすぎてるというか、もっと向こうに移動させて、草原エリアを広くしたいんですよ。もっと左側に移動させたいわけか。というわけで橋を撤去してきます。トン姫、ちょっと待って、入っちゃったんですけど。何の用事だったんだろう。めちゃくちゃ気になる。あつ森あるあるだよね。さすがにもう名前呼んでこないよね。今度は悩んでるんですけど。さっきウプ主に無視されたことについて悩んでるんじゃない？ねえごめんって、さっきのは不可抗力なのよ。あ、トン姫。僕たちぐらい仲良しになると、二人だけの挨拶が欲しいよね。だから僕、どんなのがいいかいろいろ考えてたんだけど、さっぱり思いつかないんだ。吸い込め。え、つまり洗脳してくださいって？どういう解釈したらそうなるんだよ。ついにミッチェル君を洗脳できる日が来て嬉しいな。素敵な言葉を考えなきゃね。この前新作ゲームのカービィのグルメフェスの映像が公開されたし、これにしようかな。ハッシュタグまでつけるのかよ。確かにタマコロはトラウマだけどさ。このトラウマは後世に語り継ぐべきだと思うんですよね。これに決定します。それじゃ行くよ。それではご覧ください。は？
言ってること全然違うじゃないか。トラウマはトラウマでもそっちのトラウマなのね。おっかしいな。私はミッチェルにこんな言葉を教えた覚えはないんだけど、もしかしてこの子、隠れカービィファンだったり、島がカービィだらけだからすでに洗脳済みだったり、だとしてもそのセリフがトラウマだなんてディスカバリーやってないとわからんだろ。いつの間に手に入れてるんだよ。てか今思ったけど、ま、許してちょうよ。覚えさせればよかったな。気づくのが遅いんだよ。そしてここからは、川や円形、草原を一気に修正していきます。魔法をかけていくから、瞬きせずじっくり見ててね。ミュージックスタート。修正終わりました。早すぎて何もわからなかったんですけど、絶対前回のグルメレースより早くなってるだろ。編集頑張ったから何度でも見てちょうよ。さすがに早すぎたと思うので、どこをどういう思いでどう修正したのかを簡単に説明しますね。まず草原エリアを広げたかったので、この辺の川を左に寄せました。橋も左に寄せてたね。そしてプトプランドの地面によく刺さっているあれの前出座をちょっとだけ改良しました。え、どこか変わったの？前使ってたのが左側で、修正したのが右側です。長さがちょっと短くなったのかな？顔出し看板には真ん中に穴が開いているので、なるべく穴にかからないように長さを短くしました。ちなみに穴があるのに顔出し看板であれを作ろうとしたのは、他のどの家具よりも顔出し看板が一番作りやすかったのと、前出座枠をなるべく節約したかったからです。顔出し看板はプロデザインだから、少しは空きがあるもんね。シンプルなパネルだと二段になってしまうし、シンプルなローパネルだと、外枠がどうしても気になってしまうし、大きさも高さもちょっと足りないんですよ。確かにあれにしてはちょっと低いな。あと、外に飾るためには背景を空と同じ水色で塗る必要があるのですが、部屋の壁にも貼りたいので、背景を透過させたあれも欲しいんですよ。つまり、背景を水色に塗ったあれと背景を透過させたあれの2種類必要ってこと？そういうことです。他に描きたい前出座がまだたくさんあるので、なるべく前出座枠は節約したいんです。カービィの前出座いっぱい描きたいな。そして、右奥の森の木を増やしました。さっきよりもかなり密度が増えたね。針葉樹も混ざってるんだな。スターラのプププランドのワールドマップには、2種類の色の木があるんですよ。三角の黄緑っぽい木と、四角い緑の木があるな。色だけ見ると、三角の黄緑の方は厚森だと広葉樹、四角い緑の方は針葉樹って感じだね。そんな感じでプププランドにも2種類の木があったりするので、厚森でも針葉樹を使っちゃっていいかなと思いました。木の種類を増やせばより豊かな森林に見えそうだもんね。さらに、それでも手前から見ると隙間が空いてしまったところには、大きなツルを置きました。結局大きなツルは置くことにしたのか。木は隣同士で植えられないから、家具で隙間を埋めたわけだね。ツルの色は緑にするか茶色にするか迷ったのですが、緑の方が鮮やかで明るい感じで、私の好みだったので緑にしました。お前の好みかよ。茶色だと色がくすみすぎてて気に入らないってさっき言ってたもんね。そして砂浜もちょっとだけ修正しました。お花や雑草を植えたんだね。参考にしたのは、スターラのポップスターのリーフリゾートのステージです。リーフリゾートは海のステージだな。水のきらめきが美しいぜ。奥が砂浜になってますが、不思議な形の構造物があって、星の形の砂みたいなのもあって、手前の方には草みたいなのも生えてますね。ヤシの木もたくさん生えてるな。あとはこういうところにハイビスカスみたいな花も咲いてますね。かわいいお花だね。厚森にハイビスカスの低木がありますが、砂浜に低木は植えられないし、6月にはハイビスカスが咲かないので、ピンクのアネモネを植えることにしました。おお、アネモネも結構砂浜に合うね。赤のアネモネは植えなかったのか。赤は植えようと思ったのですが、カラフルになりすぎちゃうのでピンクだけにしました。確かにリーフリゾートの砂浜はシンプルだったもんな。
あとは雑草の植え替えとか細かいところを整えて完成です。いろんな映像やステージを参考にして、自分好みのプププランドができて満足です。ウプ主補正の入ったプププランドか。まあそもそもゲームが違うから、地形や家具などすべて完全再現することはできないもんな。だからこそ作る人によって個性が出ていいこともありますね。あ、あと最後にこれも飾っちゃおうかな。プププランドによくいる蝶々。冒頭シーンによく登場する蝶々だな。蝶々の模型とかでもいいと思ったのですが、やっぱりちゃんとこの見た目の蝶々が良かったので、前デザで描いて卓上ポップをリメイクして飾りました。もし模型を使うなら、大カバマダラかモンキチョウが合いそうだね。前デザ枠がどうしても足りなくなったら模型に変えようと思ってます。あとは、こんな感じの前デザの傘を置いたら可愛くなるだろうなと思ってます。それはゴルドーだけど、カービィの絵を描いて飾ればめちゃくちゃ可愛くなりそうだな。今回はそこまでできなかったですが、また時間がある時に描こうと思ってます。楽しみにしてるぜ。最後まで見てくれてありがとうございます。ここまで見てくれた熱心な君はベストフレンズだよ。プププランドのしまくり可愛い、家具磨きできなくて絶望するウプ主を慰めたい、と思った方は、グッドボタンを押してくれると嬉しいです。あとツイッターでは、動画投稿の告知はもちろんですが、こんな感じでたまにイラストを投稿したり、カービィやアツモリ関連の投稿をしたりしてます。この前ウプ主誕生日だったね。左のツイートからなんかすごいやつを感じるんだけど、誕生日おめでとう。おめでとう。えへへありがとう。あと、サブアカでは毎日のように独り言をつぶやいてるよね。ああ、別にヤバい発言はしてないけど、本音だだ漏れだな。サブアカはフォローしなくてもいいので、メインアカをフォローしてくれると嬉しいです。フォローしなくていいのかよ。これからもカービィをテーマにしたしまくりや部屋作りの動画を投稿するので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。コメントもウプ主が喜ぶぜ。それではまたお会いしましょう。